年上の女には気をつけなさい。え？今でこそ当たり前に使われてるけどさ、船の材木はサウスガンドの木が一番なんだ。この地方だけに生息するウキウキは製材すると軽くて丈夫で腐りにくくて造船に適してるんだよね。よく知ってるな。遠洋船ができるずっと前、まだミッドガンドとサウスガンドが別の国だった頃、この島のご先祖がウキウキの丸太を組んだイカダでミッドガンドまで渡ったんだ。イカダで海峡を渡ったことに驚いたミッドガンドの職人はご先祖と一緒に島にやってきた。その人がウキウキを使って大きくて頑丈な船を作ったんだね。それをきっかけにミッドガンドとサウスガンドの貿易が始まって、一気に大航海時代が始まった。新しい時代にみんなウキウキしてたのに、数十年後ミッドガンドはサウスガンドに戦争を仕掛けたんだ。皮肉だね。自分たちの島で取れた材木を使って敵が船を作って攻めてくるなんて。結構長い間ドンパチやってたんだが、結局はミッドガンド王国が勝って支配者となった。大航海時代は大航海時代なんてご先祖たちは嘆きながらも大笑いしたそうだよ。辛いのに笑ったの？サウスガンドの人たちってのはもともとは明るくて元気な気質なんだよ。今はいろいろあるが、昔は笑い声の絶えない島だったらしい。スマイルガンドなんて呼ぶ人もいたそうだよ。スマイルガンドか。きっと楽しい島だったんだろうね。
だい、この島は。のんびりしてていいだろう。ローグレスと比べると、随分雰囲気が違うわね。開門の日より前は、もっとのんびりしとった。だが、最近は都会に憧れる若いのも増えてな。随分せわしくなったもんだよ。清涼のおかげで、ゴーマ病が出始めた頃に比べたら、暮らしやすくなってきたでしょ？人が各地を行き来するようになったことで、船の需要も増えて、この島の材木の需要も増えたの。金が入って、潤った人々の生活が変わり始めたというわけじゃな。やっぱり、中央から来る大魔士や兵士は、どこか垢抜けてるし。外から来る人たちは、この島と違う服を着て、この島にはないものを持っているでしょ？刺激の多い町場に憧れのぼせ、踊り踊らされる。その愚かさこそが若者のすべてじゃからの。そんなことしてると島の伝統が消えてしまうとわしは心配してるんだがね。おじいちゃんの気持ちもわかるんだけど、若い人たちにいろいろ押し付けるのもね。業深き罪人よ、懺悔なさい。わしに言っとるのかい？そうです。どこから突っ込んでいいかわからないほど業深き者よ、罪を告白なさい。わかったわ。ずっと本当のことを言いたかった。でも勇気がなくて言えなかったの。きっとこれは聖主様がくれた機会なのね。おお、そこまで聖主様を思って。違う、私が思っていたのはあなたよ。ずっとあなただけを見ていたの。私をですか？しかし私は聖主様に仕える身。いや、あなたも私だけを見て、そして抱きしめて。
うわ、私はなどというこっつまらん恋愛小説を読んでしまったんじゃよ。どうしようもない無駄な時間を過ごしてしまったことを許したまえ。なんという罪作りな。おっと、罪を告白するつもりが罪な告白をしてしまうたか。これも許しておくれ。くー、許したくない。業深き罪人よ、懺悔なさい。俺か？特に懺悔することはないぞ。いやいや、あなたのいでたちからは相当な罪の気配を感じます。今ならまだ間に合います。罪を告白して反省するのです。と言われても心当たりがない。暴力を振るったことがあるのでは？いや、俺が振るうのは刀だけだ。その刀で人を傷つけたことがあるでしょう。そう、傷をつけるだけで殺せなかった。俺の未熟さだ。次は必ず切り殺すぞ。悔い改めるところが違います。切ったことを反省してください。おう、もっといい切り口で切るってことか。そうじゃなくて。ああ、さっぱりわからん。司祭は人間を導くのが仕事だろう。もっとわかりやすく話さないと誰も信用せんぞ。しっかりしろ。はい、反省します。って、あれ？
グリモ姉さんの手がかりはさっぱりだな。あんたが受け取った手紙っていつの話？さて、去年じゃったか、10年前じゃったか。ふざけ続けるならサメの餌にするぞ。五章じゃ、せめてクラーケンのおやつにしておくれ。なんなら私が食らって。あいつは引き継ぎはすべて済ませておきました。着任と同時にあなたの指揮で皆が動けるように。助かります。でも姉上の手際と比べられて僕の至らなさが皆に知られてしまいそうだ。バカなことを。あなたには特別な力と素質がある。パラミデスへの派遣もアルトリウス様の期待があればこそです。臆せずいつものあなたでいればよいのです。自分の力を信じて。はい、しっかり務めます姉上。パラミデスへの派遣、この島にそんな施設があったかしら。もう行かないと。道中お気をつけて。あ、そうそう、ハリアのゴーマには注意してください。思いのほか手強く、手負いのものも出ています。心得ました。それから生水は飲まないように。姉上、おせっかいすぎますね。わかっているのですが、どうしても。ハリアのゴーマ、派手に暴れてるゴーマがいるみたいだな。事実なら利用できるかも。それにしても奇遇じゃの。わしらがここに来たタイミングでオスカー参上とは。私を疑うのはわかります。でも証拠があるのですか？証拠はない。でも大魔師のあんたは清涼の断りとつながってる。わしらには仲間のつながりがないかな。エレノアは告げ口なんてしてないよ。どうかの。お風呂に入るときも監視しとるのか。お風呂のときは僕外にいるからわからないけど。その間に清涼とこそこそ話をするくらいはできるというわけじゃろ。死ぬまで従う約束だったわね。その通りです。お前たちが潰し合っても清涼が喜ぶだけだぞ。厄介なゴーマと裏切り者が一度に片付く。揉めてる間にクリモ姉さんが暴れてるゴーマに襲われるかも。確かに、もう少し町の人に話を聞くのが先決ね。実際のところどうなの？え？精霊と器の関係、意識や感覚の共有みたいなものはあるの？あ、うん。体の中に入ってる時にはエレノアが見たり聞いたりしたことはわかるよ。でも気持ちや考えてることまではわからない。箱に入っても箱の気持ちはわからないでしょ。そういう感じか。ならできるだけエレノアを一人にする時間は作りたくないわね。一緒にお風呂に入るのは嫌だよ。わかってる。あんたも年頃の男の子だもんね。お風呂はビエンフ。あいつは違うか。
私かマギルーが何とかするとして、あんたとエレノアの間でどんな線引きしてるの？寝るときは？寝る前に話をすることはあるけど、ベッドで隣に寝たりはしないよ。エレノアの体の中に入ってる方がエレノアが起きた時にも気づきやすいし。夜中に起き出したことがあったの？ううん、今のところはないよ。それにすごくよく寝てる。ベルベットたちと一緒にいるときは顔が怖いけど、寝てるときはもっと優しい顔っていうか、髪も下ろしてるし、なんか可愛いって思った。へえ、ああいうのが好みなんだ。でもそれはそれ、監視は監視。でも、あ、年上の女には気をつけなさい。